今から6600万年前、メキシコ・ユカタン半島に一つの巨大な隕石が落下しました。それにより大量の塵が大気中に巻き上げられ、10年間地球を寒冷化させ、恐竜をはじめとするほとんどの生物を絶滅させるに十分なものでした。しかしもし隕石が地球に衝突しなかったとしたら、どうなっていたでしょうか。どうもこんにちは、ナビゲーターの小松里奈です。リンさんが体調不良により、私がオープニングとエンディングをご案内いたします。他にもどんなことが起こるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。ではリンさんどうぞ。ネタざんまい。ネタざんまい。恐竜が生き残っていた可能性。約6600万年前、隕石の衝突は地球上の生命の4分の3までを一瞬でなぎ払いました。生き残った恐竜も数年のうちに絶滅しています。衝突で空気中に舞い上がった最大1000億トンの硫黄が太陽の光を遮り、気候を大幅に低下させ、深刻な食料不足に陥ったからです。しかしもし隕石の衝突が30秒早いか遅かったりしていれば、恐竜はおそらく生き残っていたとする研究結果が出ています。隕石の落下地点であるユカタン半島は硫黄化合物が豊富な地域であり、これが一層雲を分厚くさせていました。仮に30秒だけ衝突のタイミングがずれていればどうなっていたでしょうか。隕石は大西洋か太平洋に落下し、被害はずっと少ないものになったと推測されます。もし隕石がそこに落ちていなければ、恐竜は未だに生き続けていたかもしれません。次からは恐竜が絶滅せずに生き続けた場合どうなっていたかを見ていきましょう。人類が存在しない。恐竜の絶滅によって哺乳類が繁栄し、その後の進化によって人類は誕生しました。よって恐竜が絶滅していなかった場合、哺乳類は繁栄できず、人類は存在しなかったでしょう。おそらく猫もです。しかしながら、新たな研究で恐竜の多くが形態を変え、地球に生存していることが明らかになりました。現在彼らは陸地ではなく空を支配しています。そう、鳥類です。神経生物学者エリック・ジャービス氏は、隕石で生き延びた恐竜が無数の種へと枝分かれし、現在地球上にいる鳥の約 95% を形成したと語っています。隕石衝突による環境の激変により、地上を去らざるを得なくなった恐竜は生きる場所を空に求めました。現在恐竜の子孫は1万種という鳥類へと姿を変えて存在しているのです。恐竜人間が生まれていた。もしも巨大隕石により恐竜たちが絶滅していなかったら、彼らはそのまま高度に進化した生物になっていたかもしれません。それは一体どのような姿をしていたのでしょうか。1982年、カナダの古生物学者デール・ラッセル博士は次の説を提唱しました。恐竜が絶滅せずに進化をし続けた場合、人間のような形態になるのではないかと。それを予想したものがこちらです。エイリアンのような姿ですね。ラッセル博士は、トロオドンと呼ばれる小型の恐竜が現代まで生き残っていたならば、ディノサウロイドと仮称する人型の知的生物に進化を遂げていたかもしれないと語っています。トロオドンは全長が 1.5 メートルから2メートル程度の二足歩行する獣脚類です。ある程度物を掴んだり握ったりすることができる器用な手先を持っており、目が正面を向いていたことで視覚情報を立体視することができたと考えられています。そして特筆すべきは脳の容量。トロオドンの体重は50キロ程度であったのに対し、脳重量は50グラムもあったとのこと。この比率は現在の類人猿と変わりがない値です。他の恐竜と比べても体重に対する脳の重さは
トリケラトプスの約10倍、ティラノサウルスの3倍以上。そのことから中生代で一番頭が良かった動物などと表現されることもあります。モフモフになる。ではそのトロオドンから恐竜人間が進化したと仮定してみましょう。最新の研究ではラッセル博士が考えたような爬虫類系の恐竜人間は進化しないとのこと。というのも白亜紀後期の小型の肉食恐竜は羽毛を備えていた可能性が非常に高いため、このような羽毛を備えた恐竜から進化した場合、恐竜人間も羽毛を備えているだろうと言われています。なんだかモフモフとしたイメージがあるようなないような。尻尾については人間と似た形態を取ったとしても小さな尻尾がついている可能性の方が高いそうです。その姿は恐竜人間というよりもむしろ鳥人間に近いかもしれません。もしかしたらもうネズミの国のアヒルのような姿に進化する可能性もあったかもしれませんね。はい、いかがでしたでしょうか。恐竜が絶滅しなかったらどうなるかについてお送りしました。恐竜が生き残ってたら私たち人間が誕生しなくて、しかも恐竜が人のように進化していたと考えられてるんですね。私はあんまり爬虫類系は得意な方ではないので、ぜひモフモフの方に進化していてほしいなと思います。毛が生えてる方が好きです。ただね、恐竜自体はやっぱりかっこいいなーって思うし、憧れはねありますね。とはいえそっち方面あんまり詳しくなくて、見た目だったら首長竜とかが好きですかね。なんかスラーっとしてるのがいいなって思いますね。あとなんかちょっとこう恐竜の中でも優しそうみたいな、まあ、私の中の勝手なねイメージなんですけどもあと恐竜に分類されるかちょっとわかんないんですけど、翼がある翼竜っていうんですか、あれもね好きですね。なんとかハンターに出てくるリオなんとかみたいなやつですかね。見た目がかっこいいので好きです。はい、そんなところで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ネタ三昧では今後取り扱ってほしいネタや質問を受け付けております。また動画概要欄にはツイッターや姉妹チャンネルの URL がありますので、ぜひチェックしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。小松里奈でした。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。